ごご紹介ありがとうございます、えー、日本電機の堀の内です、えっと、本日はあの、まあ、企業を代表してということになりますけれども、あの適用について、えっと、ご紹介したいと思います。えっと、タイトルは ICT を活用した適用への取り組みということで、あのまあ、事例を中心にということですのであの、少々ちょっとアピール的な要素も入るかもしれませんけれども、ご了承いただければというふうに思います。 えとまずは NEC のビジョンとなんで NEC がこの気候変動問題に取り組んでいるかというところをご紹介したいと思います。えー、と最初に NEC ってえと何を提供している会社なのというところなんですがあのおそらく PC というイメージがあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、えー、と現状はだいぶ様変わりしておりまして、まあ、ここに書いてあります通り、まり、あ、パブリック事業エンタープライズテレコムシステムプラットフォームという大きくあの4本の あの事業ののカテゴリーというものを持っております、えー、とパブリック事業については、この観光とか公共、医療、まあ、こういったところに対して、あのサイバーセキュリティとか、水、交通システム、あるいはあの防災、防衛といったものをあの提供しております。まあ、そういった意味では、本日のこのテーマである適用というのは、まあ、ここに非常に近いものがあるかなというふうに思っております。まあ、これ以外にあのエンタープライズでいうと、まあ、製造業、流通サービス、まあ、こういったところ、 それからテレコムキャリアのところについては、無線通信装置とか、あるいは海底ケーブルですね、こういったもの、それからシステムプラットフォームでは、データセンターとかですね、サーバー、それからポスシステムみたいな、ハードウェアを中心にしたもの、こういったものを事業のマインのカテゴリーという形で置いております。NEC ではグループビジョンというものを持っております。 ここに示すような形で、えっと、まずは人に優しいということで、安心安全、便利で豊かな生活を実現する情報社会、それから地球に優しいということで、地球環境と共存、持続的な発展を可能とする情報社会、まあ、こういったものを掲げております。これを実現するために、弊社ではこの7つの価値創造テーマというものを掲げております。 サステナブルアースということで、この地球との共生という部分に始まり、安心安全な都市行政基盤、安全・高効率なライフプラン、まあ、それからあのずっと言って公平なその社会ということで、まあ、ここに挙げてある内容というのは、この気候変動だとか、あるいは SDGs というもの、まあ、こういったものにあの資するものというふうに位置づけております。 まあ、例えばあのこちらの方に、えー、示しておりますような、えー、生体認証みたいなものだとかあとはビデオ監視それからあの赤外線カメラによる、えー、例えば空港なんかでですね、えー、感染症患者が入ってきた時きの、まあ、パンデミック対策ということで、えーまあ、そういう患者を検出する、まあ、あるいはあの緊,緊急事態インシデントがあの発生した時の 緊急のモバイルネットワーク、まあ、こういったものというのは、この SDGs と呼ばれる、この国連の持続可能な目標にも資するものというふうに位置づけております。で、えー、と一方、この環境という視点から見ますと、あの昨年、国際社会が目指す方向性というのをあの示す共通目標ということで、まあ、ここに挙げてあるこの2つというものが示されました。 1一つは COP21、このパリ協定というもの、それから SDGs、この国連持続可能な開発サミットというものが示されました。NEC ではこの SDGs を意識して、気候変動を軸とした環境経営を目指すということを、先月ですね、7月に発表しております。具体的には、まずはやはり緩和にしっかり取り組んでいくというのが一番大事だなというふうに思っておりますけれども、並行して、この適応というものにもしっかり取り組んでいくと。 まあこれから温暖化が進む上では避けられないテーマということで、これにてしっかり取り組んでいくことも重要だというふうに掲げております。それではあの具体的に ICT を活用した気候変動対策についてです。えー、IPCC の第5次評価報告書、第2作業部会の報告書の中にです、ね、えー、と気候変動によって、核心度が高いとされる主要な8つのリスクというものが示されています。 先ほどから話題に上がっておりますような海面上昇とか高潮、それから洪水、それから極端な気象現象によるインフラ等の機能停止、それから熱波等による、例えば感染症みたいな疾病のリスク、死亡リスク、それから食料安全保障に関わる内容、それから水資源や生態系の資源に関するリスク、こういったものが挙げられます。 まあ気候変動がが進むととての国人々に重大な影響を及ぼすすことが分かります、えー、もちろん、これらはあのこれからの私たちの,その行動によって、温暖化が抑制されていけば、ある程度、リスクというものもえ変わってくるのかなという気もしております。でこれらの8つのリスクに対して、弊社では、自分たちが持っているそのアセットで,で、既存のアセットで何ができるかというのをまず検討の方をしたというものです。 え先ほどの8つのリスクですね、まあ、半分はあの危機対応に関わる部分、半分はあの資源とか生態系の部分に関わる部分になるわけですけれども、えー、まあこれらにこうマッピングしてみたところ、えー、まあ多少偏りはあるんですけれども、す、ま、べ、あ、ての部分に何らか ICT のアセットというのが活用できるということがえ分かりました。えー、NEC NEC ICT がじゃあ何が何できるかとで N はあの T を、えー まあつまりあの情報通信技術というものをあの事業の柱に据えておりますのでえまあここでえ示すような形で例えばあの道路であったりとか橋であったりとかっていうまあこういうあの社会インフラですね電気や水道ガスといったものあるいはあの地球環境ということでえまあ生態系もありますけれども CO2 とかあるいはあの土とかですね海それからまあいろんなその気候ですねこういう地球環境まあこれらから IoT という技術を使うことによって まあセンシングデータ、あるいはあの画像のデータを集めて、まあ、それをあの監視すると、でさらにあのこれからどうなるかというものをまあ予測していって、まあ、いざリスクが生じるときにその予兆を把握していくと、でえー、とこの結果によってえまあ制御をしていく、まあ、いわゆるあの予防とか未然防止とかです、ね、需、えー、給のバランスを取っていく。 まあこれによって、被害の最小化とか、資源の最適利用、こういったものができるんじゃないかというふうに考えた次第です。えー、先ほどのお話の中で、100年に1度、1000年に1度、大規模水害というお話ありましたけれども、社会インフラをそれにばっちりとこう揃えるというのもなかなか大変なところですので、うまくこの ICT を活用することで、より効率的にできないかなというのが、私たちの提案でもございます。 でえっ、ー、とまあその中でえっ、ー、と本日はああのまあ、風水害についてということで、えー、一つ事例の方をご紹介します。えっ、ー、と起こりうくるまあこういう洪水とか土砂災害とかまあ、高潮というものに対して、えー、まずはあのリスク管理や災害の予測予防対策といったまあ平時あるいはまあ発生前の えーまあ、減災の,その対策支援といったものがまずは必要になってきますし、でいざあの災害が発生しますと、避難誘導からあの被害の発生情報の把握、救助といった、まあ、こういったところのまあ支援も必要になってきます。でえー、とこれらに対して、えー、NEC のアセットというものがいくつか貢献できるものがあるというふうに思っておりまして、まあ、ここに。 上げてあります中で特にちょっと手書きで書きましたけれどもこの部分についていくつか事例の方をご紹介したいというふうに思います。えー、まずはあのこちらあの二周波の降水レーダーです。えっ、ー、と NASA の降水観測衛星の方にま搭載されているものです。雨粒とかですねそれから雪まあ、ここのあの反射電波を受けてま降水分布をこう三次元で観測するものなんですけれども。 えっとまあ地上レーダーでも観測できないようなあの海上のあの観測もまあできるというものです。えっとこれからまあ天気予報とかですね警報とかまあそういう防災情報というものも非常に重要になってきますのでまあそこでのそこでのあの精度の向上というところにも役立つのではないかというふうに思っております。まあ今年のあの三月にジャクサ様の方からあの本レーダーの気象庁での利用というのがあの発表されております。 それから先ほどちょっとございましたけれども、洪水シミュレーション、ちょっとシンプルなものですけれども、こちらはタイで実証しているものになっております。地形とか地質のこういうデータと、それから雨量のこのデータ、あるいは河川の水位レベル、こういうデータを活用することで、洪水による被害エリアを特定していく、分析していくという内容です。 まあ、ハザードマップを作るという意味でもあの、役立つものかというふうに思っておりますけれども、えー、と住民の方々への早期警報など、防災活動の意思決定を、まあ、支援するものというふうにも位置づけられるかなというふうに思っております。えー、また、えーと、同様に、えー、豪雨による、えー、土砂災害の発生リスクというのが、まあ、国内のみならずあの、海外の方でも高まってきています。 まあこちらはあのブラジルの,あのリオの方でえ実証した内容になっております。まあ、斜面の地質情報とかですね、雨量のまあこういったリアルタイムなデータというものをえ気象情報と組み合わせることで、まあ、3日後までの,あの斜面の安定度とかリスクファクターというものをえシミュレーションし、提供するといったものになっております。まあ、あるレベル以上の,あの雨量になりますと、このセーフティのレベルを超えるということになりますので、 えと崩壊リスクがまあ高まるということで、まあ、市町村等のまあ防災の担当の方があの警報を出すだとか、あるいは住民に早期避難勧告を出すなどの防災情報の,あの、まあ、防災の,その意思決定ですね、まあ、こういうところの支援ということにつながるんじゃないかというふうに考えております。でさらに、こちらはですね、えー、と実際にあの、えー、と斜面にこのセンサーを仕込んだえものになっております。 と土砂に含まれるこの水分量から土砂、斜面の崩壊の危険性の変化をリアルタイムで見える化するものということで、えー、と今、全国約10の自治体様で、えー、実証の方をしていただいている内容になっております。まあ、斜面崩壊に対しての,その安全率の低下というのが、あのリアルタイムでこう分かってくる内容になりますので、よりあの精度の高い判断というところにもつながるのではないかなというふうに考えております。 それからあの昨今あの温暖化の影響もあるかと思いますけれども、まあ、インドネシアとかカナダとかですね、えー、いろんなところでえっ、ー、と森林火災というのが起きています。まあ、これはあの林業への影響というところにとどまらず、生態系の破壊とかですね、あるいはあの最近話題になっているそのヘイズみたいなものとかですね、大きな被害が出ているかなというふうに思います。またあの森林の火災ですので、えー、まあ、固定していた CO2 まあ、これをこう出すことになりますので、まあ、温暖化という 視点でもリスクににななるかなという,ふうに思っておりますでこの森林火災というのは、えー、といろんな要因があると思うんですけどやはりあの人為的な要因というものも多いようです。で ICT によって、えーまあ、この火災の早期検知をやるということとあるいはあの消火の,その作業者への一報や、まあ、さ消火活動の,その進捗とかですね、まあ、こういったものをあのしっかりと動態管理していくと、まあ、こういう技術というのが あの被害の軽減ににもつなながるんじゃいいいかという,ふうに考えています、えー、ただあの森林火災については、一回火がついたらもうあの止められないというお話もありますので、やはりあの将来的にはまあ衛星データ等を活用しまして、えー、っとまあセンサーデータからです、ねまあ、乾燥によるえまあこういう火災が発生するリスクをしっかりとこう捉えて、えー、まあ可能なりあり早期の火災発見とかですね、まあ、そういうところにもまあつなげていくと。 いいうううこととが大事かなというふうに思っておりますそれからいざ大雨とか大型台風とかが災害が発生した場合ですね帰宅困難者とか混雑エリアでの事故防止こういったことが必要になってくるかなというふうに考えております弊社のこの群集行動解析技術というものを用いますとこのカメラデータからですねえっとまあ異常なその混雑だとか あるいはその対流者のその流れの異常ですねこういったものをあの分析することができますまあこれによってあの職員の方にですねアラートを流すことでえ例えばその適切な避難誘導にえつなげていくだとかあるいはあのまあ例えばその電車の混雑をこう避けるとかですねいろんなことができるんじゃないかというふうに考えておりますえこのシステムはあの昨年豊島区様にえ導入させていただいているものですけれどもまあ1日258万人があの 利用するというこの池袋駅、まあここのあの監視という意味でも有効に役立っているというふうに伺っております。えっ、ー、と最後の事例になりますけれども、えっ、ー、と災害情報というのはやはりあの一箇所に集約して、えー、まあ自治体様があの迅速な意思決定と住民へのあのタイムリーな情報提供とか、まあ指示、まあこういったものをあの行う、そういったものである必要があるかなというふうに思ってます。 えー、こちらに示す内容については、あのこういった情報から、ここに情報集約して、住民の方々に流すというものですけれども、えっと、やはりあのこ,れこれは台湾に導入された事例なんですけれども、あの日本のこの自治体の優れた技術とかでシステムというものを、まあ、同じようなリスクを抱えるあの海外の国々の方々にもです、ねえー、活用いただけるような、まあ、こういう支援というのを行っていくことも大事かなというふうに思っております。 まあ弊社では、先ほど冒頭申しましたとおり、この緩和と呼ばれる CO2 削減とこの適用というものを、ですね両方とも実は CO2 で定量化して、しっかりと進捗管理していくという取り組みをしております。えー、最後にわれわれが取り組んでいる中で、ですねやっぱりあの適用といっても、簡単には一筋縄にはいかないなというふうに思っております。まあ、こちらににげててあります通りますお途,途上国において 本当にあの適用の仕組みっていうのは優先度高いのかどうかと、やっぱり経済じゃないのかとかですね、えー、あるいは大規模発生、災害がいつ発生するかわからないという中であの、いつ導入すべきかとか、まあ、温暖化抑制がしっかり進めば、投資レベルもそこまでいらないんじゃないかとかですね、えー、あるいはあの我々 ICT 活用するには、やはりある程度の電力とか通信道路、こういったインフラが必要になってきますけど、まあ、その辺の整備状況がどうかとかですね。 えーまあ、こういったものがあのいくつか課題として挙げられます。えー、以上、えー、NEC のアセットがあの、お役できる部分も多くあるというふうにこう思っておりますので、まあ、今回の適用情報、プラットフォームというものが、えー、うまくこ,うこれを通じてです、ね、皆様といろいろコミュニケーションしながら、えー、お役に立てればというふうに思っております。私の発表はこれで終わらせていいたただきまますどううもありがとうございました <laughs>